うわーマジで仙台七夕祭りを騒がすコスプレ少女現るだって。あー仙台なら昨日行っておけばよかった。結局コスプレ警察に捕まったらしいよ。コスプレって罪なの？大丈夫なでこ、食もあんまり進んでないみたいだけど。ううん大丈夫、私も見たかったな、コスプレ少女。なんでみっちゃんもネタに飢えてるの？違うよ、だってお祭り盛り上げた謎の人なんてなんだか素敵じゃない。クリスマスにサンタになったり、ハロウィンで仮装したり、そういう人を楽しませられる人って素敵な人だと思うな。いや別に私楽しませるつもりじゃ。え私？あいやいや私も憧れちゃうなってコスプレ少女だよね。っていうかコスプレするならいっそのこと宮城のゆるキャラになってくんないかな。え全国的に有名になれば宮城の知名度も上がって観光客も増えると思うんだ。商品化してグッズでも作れば人儲けできちゃう。いやそんなに人気出ないでしょ。そもそもあれ被りもんだから、コスプレ違うから。だいたい何でもかんでも。なるか！うっ、びっくった。海にマガツキが現れたぞ。きっと昨日のやつだ。まったくお前が取り逃がしたりするから。私のせいじゃないもん。何？大丈夫なるか？え？だから竹スズメが。あ、そっか、他の人には見えないんだっけ。あいたた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 、ぼーっとするな。早くしないとまた取り逃がすぞ。うざ。ほら行け、飛べ、変身だ。魔法少女なるこの出陣だ。マガツヒはここからはまだ見えんだ。陸まで来ると厄介だ。昨日より魔力も強くなってるみたいだし、早めに叩くぞ。またコスプレか。ぐずぐずするな、ナルコ。迷ったら負けだ。この変身は絶対無二の変身なり。うざい。いいから急げ。わかったよ、もう。袖濡らし、名高き月を待つ島の交際陸里、導きたまえと。かしこみ、かしこみもーす。神々より賜る巫女装束をコスプレと称したり、魔法少女で一儲けたなんて、自信は怖いです。次回は宮城編クライマックス。来週もかしこみかしこみます。